遊び言われ率先、爆弾ボート水を噛み取っけん。毎回大事その鉄拳、私は天才大前提。なんだふむな、あかんことを陽気に口ずさむんやない。失礼、心のライムが絞れちゃった。ライムの意味知らんなあこいつ。さあ、神様若葉マークとしての務めを果たす。今回もお借りしたのはディスコード。いつもありがとうございます。このマップで遊んでいくよ。神が遊ぶとか言うたらあかんぞ。神様若葉マーク、そんな私に遊ばれる人たちは喜ぶべき。チャイを投げ打ってでも。デメリット多すぎません？今回はこのたくさんの島があるマップ、こちらを使って性格対戦を行う。性格対戦？まあ、たおかしなことしとるぞこいつ。人間は様々、良い人もいれば悪い人もいる。もちろん良し悪しだけで語れない、そんな性格もある。性格は千差万別、どれが一番かなんてない。そんな名言があったと思う。ないで。そんな名言を元にする。ないって。この島々に国家を作り、それらを一つの性格として発展させ争わせる。そして最後に残った性格、もしくは最後まで残っていた性格たち、それらがどんな性格なのかを検証する最強性格決定戦を執り行う。最強性格って言われてもいまいちどころかまったくピンとこんのやけど。ブハハ。うわ、きっとね。さあ、この小さな島々に国家を打ち立てていこう。100個全部やるんか？安心してほしい、100個以上はある。なんでやねん。やっとできた。まさかこんなに時間かかるとは。ふっ、あかねちゃん、今はまだ国家を打ち立てただけに過ぎぬ。え、ここから地獄の作業、リネームが始まる。ひえー、やっとできた。ご苦労。何食っとんねん。私は応援してた。応援疲れした私には必要。もうええもうええ。さあ、今回はこのたくさんの島、それらに115もの性格国家を打ち立てた。性格国家って何ですか？作成した性格国家はこんな感じ。たくさん作ったな。ずるいにネガティブ、差別主義者に強欲、たくさんある。なんかどれもネガティブな性格やない？そんなことはない。人出なしや意地悪とか、世を良くする性格にあぐれ返ってる。地獄の世界かな。個人的にはマサコンとシスコン、その熱い戦いや陽キャ陰キャの攻めに合い、そしてロリコンの躍進など見てみたい。やっぱり地獄ですよね。ほら、アカネちゃんの性格もある。うん、うちの性格、プレイでしつこくナルシスト。なんやと。ふん、ボスちゃんの性格もあるやないか。プレイでインドア、自己中心的。やめて、照れる。価値観が狂ってる。ざーっと流すとこんな感じ。ぜひ自分に合った国家を選んでね。どんな苦痛かな。自分に向き合うのも大事。ならボスちゃんも。説明はそんなところ。早速戦争を始めていく。真の性格王者を決めるために。うわ、ロムがひどいことになってんな。こうやって見るとシュール。確かに気が弱いくせにあらゆるところと戦争しとる。そんな意味不明な感じになっとるもんな。気が弱いくせに勇敢。全ての国家が全ての国家と戦争を開始した。めちゃくちゃ重いでこれ。全ての地域で戦争が発生しているからね。重いのは当然。しかし残念なことに、これら110のもの戦争を全て追うことはできない。日が暮れてまうな。よって面白そうなところだけ見に行こう。選択基準が神ではないで。笑い上戸は平和主義者と戦争、異性恐怖症は強力な無知と戦争。もう何言ってるか意味わからん。私が注目するコミュ症はオカルト趣味と冷静に挟まれている。ここから見出した人絶対意味わからんぞこれ。押村区は一つの島に一つの国家ができなかったところ。確かに一つの性格国家が複数の島を所有しているとか見かけるもんな。島の大きさ的に国家を作れなかった場所もある。これらの反省点は次回生かそう。またやるの？もうええって。おっと、ここで最初の脱落者。まずは陥落。そんな性格もあったんか。当然佐渡もある。やはり弱肉強食の世界では受け身より攻めの方がいいんだろうね。攻撃は最大の防御って言うしな。しっかしこを見ると用心深い王様が暗殺されたみたいに見えてまうな。ロリコンの王が暗殺とかもある。ロリコンの王ってワード強すぎ。さあ、海戦から少し消えって滅亡する国家も増えてきた。二重人格に媚びない。わがままくらいに泣き上戸まで滅亡したな。ちなみに今回は制限時間は2000年ほど、だいたい2500年をめどに終える予定。2000年もやるんか。
それまでにどこかが統一性格国家を建国するか、混沌とした世界になるか、実に楽しみ、混沌としてほしい。本音抑えて、もっと抑えて。なんかあんまり変わらんな。そこまで国家は統合されてへんのかな。割とされている。数が多すぎて分かりにくいだけ。今も野蛮に凶暴、自己中心という誇るべき性格たちは滅んだ。誇る要素あります。ああ、今もまた最高峰の素敵な性格ずるいが滅んでしまった。価値観独特すぎ。アンミカもビビるで。さあ、私のコミュ障はどうだろうか。お前のではない。お、伸びてる。10位中4位だ。動画投稿者限定のボケやめてくれへん。コミュ障の人口は割と増えて270。これは左上ブロックではかなりいい伸びだろう。左上ブロック。実はこのマップ、左上、右上、左下、右下と4つのブロックに分かれており、それら4つのブロックは真ん中だけでつながっている。ほほ、なるほど。真ん中で大きな勢力が誕生しない限り、各ブロックで誕生した4つの勢力が最後には真ん中で決戦するシステム。おお、なーんかすごそう。そのため、まずはブロックという地区予選をどこが勝ち抜くかが見もの。各ブロックごとに現在の状況を見てみる。どの性格が大きいんかな。まずは右上。こちらは小さな国が乱立する中、ロリコンが圧倒的な強さを見せている。なんて、さすがはロリコン。もしこのブロックを勝ち抜けたのならば、神に認められたという称号を与えよう。神に認められたロリコンって響きや。お次は左上。こちらも強いところがはっきりしてきた。最大勢力は頑固とコミュ障、他の勢力の5倍近い人口を誇る。強いな。左上は単純にこの2つ、そのどっちかが勝つんやないか。甘い、甘すぎる。微糖くらい甘い。適度な甘さ。ワールドボックスでは途中大きいからといって最後まで大きいとは限らない。前回の日本のように複数戦線があれば拮抗もしくは不利となる。難しいもんなんやな。上半分はそんな現状。紹介しきれへんかった噂好きとかもなかなか大きいからな。個人的にはシスコンに頑張ってもらいたい。うちはポジティブかな。お次は下のブロック、左側。ここはかなりランセッテル。ランセッテルって何？下品を筆頭に、わがまま、気分や強欲など素敵の代名詞である性格が揃い踏み。素敵の意味間違ってない。こちらは全く読めないから、どれが来るのかワクワク。最後は右下。こちらも乱世、その中でも差別主義者やガサツ、人手なしなどが頭一つ抜けている。楽な性格ねえな。おい、個人的には反権的に頑張ってもらいたい。大人の思春期やつ。それ以上が現在の状況。ここからは少し早足で見る。さすがに全部追い切れんもんな。少し統合されてきた。ほんまや。右下は低姿勢や同年代苦手な台頭。わかる、年下のが好き。うちは話しやすい年上かな。左下は強欲と陰キャの二大体制。うわ、また変な性格が。そして上側、右上はロリコン1強。かろうじてマザコンと見えっぱり。その2つがしがみついとる感じやな。左側は噂好きとコミュ障、そして頑固の三国時代の様子。ある程度固まってきたな。こうなってくると軽くなるし、何より楽しいな。さあ、ここからさらに固まるまで様子を見守る。それから200年、かなり固まってきた。お、ほんまや。でも大体さっき紹介したものが順当に育っとる感じやな。左下の穏やか、真ん中の愛想なし、そして左上の無知が少し躍進している。右上は、うわ、ロリコンの1強。右上はほぼほぼロリコンが覇権を取った。ロリコン強えな。さすが私が見込んだ性格なだけある。性格ってかこれって。その後、右下はガサツが、左下は強欲が、左上は噂好きが各ブロックをほぼほぼ制覇。これで各ブロックの覇者が決まった。ようやっと決まったな。最後は各ブロックが衝突し、どこが覇者であるか、もしくは決着がつくのか観察しよう。うわ、応援したい国家がね。私はロリコン。頑張れロリコン。ロリコン応援しとる人初めて見た。このまま様子を見守ってたけれど、父として進まない。そのため緊急対応として各ブロックを大幅につなげ、戦線を広げることとする。決着つくかな。少し厳しそう。
けれど、それでもロリコンならやってくれるはず。私は信じている。ロリコンを信じんな。あと言っとることだいぶやばいからな。どうやら順当に侵略をしたり侵略をされたりしているみたい。ちなみにこれは100倍の速度で進んでいる。実際は1時間くらいひたすら眺めていた。暇人ですよね。5倍速にしてさらにパワーボックスからスピードを上げての100倍だから1時間でもあっという間。お、ガサツが。ガサツはもうダメ。ロリコンも噂好きに押されとるで。ロリコンならきっと大丈夫。おとなしく結果を待つ。結果としてガサツは滅び、ロリコン、噂好き、強欲が残った。クソみたいな性格の三国時代やん。むう、なぜロリコンが一番人口低いのだ。この結果やと1位が噂好き、2位が強欲、3位がロリコンって感じやな。噂好きはこの中やとまあマシやと思うから、マシなやつが天下を取ったと思うと幾分か心も健い。ちょちょちょおいこら。